これから日本に留学する理由について話したいと思います。日本の文化にはベトナム人から見るととても面白い点がたくさんあります。例えば日本食といえば寿司ですが、ベトナムのハノイで一番繁盛しているお店は寿司屋です。寿司屋の名前はイスシーと言います。ベトナム人の間ではすごく話題となっていて、とても毎日にぎわっています。イスシーではスタッフ全員の元気な挨拶を入り口から受けながら、お客様は店内に入ります。ベトナムではとても珍しい光景です。ベトナム人は少しシャイな人が多いので、お客様に大声で挨拶したりはしません。ですがほとんどの日本食レストランではそのようにやっています。また店内のスタッフもみんな日本の伝統衣装を着てテキパキ仕事をしているのを見るととても面白いです。このように日本の食文化や仕事の文化は私にとって大変魅力的なものであります。もし日本語学校で勉強ができたら、現地で直に文化を学びながら日本語能力試験 N1 を目指して頑張りたいと思っています。